それではバイオハザード4続きやっていきたいと思います。前回は、虫やらエルヒガンテ君やらの妨害を乗り越えてなんとか地上まで出てこれたというところですね。後半に2回潰されたのはご愛嬌っていうか何かムービーが、なんかバーベルタワー的なのが、バーベルかどうか知らないが高い塔が立っている。何のための塔でしょうかね。というかここが何のための場所なのか。今のところ敵もないアイテムもないんと思ったらいたわあ、今は気づいてない。どうしようかな。なんかね、弾、まあいいや、普通に打つか。ちょ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 、こんにちは、こんにちは。あ、強い。2発で死んでくれた。はい、蹴ろう。蹴ったりしたらどうですか。ああ、なんか柔らかいな。ここの村人は柔らかい。地下の村人の方が強靭だった。あ、なんかある。スピネルでした。しかしここら辺は何かいろいろありそう。探せばいろいろ出てきそう。しかし金しかねえ。まあ、金もいいんですが、あ、これは開く？開かない。おっと、奥にたくさんいるぞ。あれはもうマインスロアでボンよあんなものはマインスロアでボンよ。ギリギリで、ギリギリで当てるかどうか、当てるかどうか。はい、どうなる。イエース、気持ちいいぜ。あと一人生き延びたやつがいる。かわいそうに一人残って、レオン君が始末してあげよう。はい、蹴ろう。はい、この人は、あ、でもこの人はちょっと固め。ダガナイフでいった。あれ、でもなんか柔らかいな、全体的に。結構チャプターも進んできた割には柔らかい敵が多いこのフィールド。なんかありそうだけど。はい、先行が結構溜まってる気がするんだよな。これは別に何もない、塞がれた井戸。これ何の焚き火をしていたのか、それとも何の会議か。これは調べる。開かない。我に生贄を捧げようと書かれている。生贄がいる。ここは特に開かない。目的地ここだよな。あ、なんか生贄が必要らしいが、こっち側から入れそうだね。で、生贄がライフルいいね。いや、これはライフルまだ10発リロードできるので、先行と入れ替えて、はい。あ、捨てちゃう。捨てることになるのか。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってください。あ、でもそうか。リロードしなきゃいけないから、まあ先行はいいか。しょうがない。捨てよう。はい。で、ライフルリロードしておいて、先行手榴弾を早めに使っていきたいので、装備しておくか。あ、これを回せってこと？あー、回す。村人はもう誰もいないので、問題なく回せる。これで下に降りる。が、これは下でいいのかい？目的地ではないが、この下に何かあるということか。降りる。降りよう。結局また地下に来てしまったが、石板がある。レオン君には解読できるのか。この先に獅子への生贄を封印すると書かれている。上にある獅子のドアを開ける何かのようだが、解読できたので行くしかない。マップ的には、なんかちょっと違うマップになってる。だから長くない？長い通路を使ってない？こういう長い場合はあのね、なんだっけ、サラザール君お気に入りのあの乗り物があったりするのでは。これは別に割れない。なんかあった。 T
しかしあっても今、ああこういうのなら拾える。こういうのはアタッシュケースとは別枠。ここが、あっとなんだ、広いところに、あっといっぱいいますね。いっぱいではないけど光ってる、光って、あーでも閃光使いたいな。でも使ってもしょうがないか、使ってもしょうがないところで使ってもしょうがない。なんかいるなちょこちょこいるな。もうでもこういうのはライフルで撃ちたくなる、そういう感じです。あーなんか照準が、まあ気づくよねそれ気づくわな、しょうがないので、あとは普通に相手していく。ああ走る走る走る、はい、ああこけちゃった、こけちゃった人は、はい、あ気づいたのこの人だけかい。アイテムは落としてくれない。しかし上から見た時に、罠とかがあったので気をつけていきたい。はい、殺してろ。どうしましょうか。そこの人はまあこれで行ってもらって、はい、あー出ちゃった、寄生体が出ちゃった。寄生体は効いてない、いいね。あーしまった罠がどうとか言ってたのに普通に食らう。甘い甘いぞ。あれどこ行った？ああ近い近いです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 。いや寄生体出るんかい。寄生体はおさらばよ、悪くないのでは。ちょっと下をチェックしていかないと。下をね、はい、なんでこんなあるのすごいあるじゃん。よいしょよいしょ、この上か。あの人は近寄ってこない、近寄ってこないならこっちから自体がなんか上で声がする気が。あああの人か、どうしよう。やっぱあの人はライフルで撃ちたい、そんな気がする。あ何、まずい、ちょっと待って、見えないのはよくない、見えないのはよくないって。はいはい、どこにいる、どこにいる、ヘッドハーパー取っておきたい。ん？どこにいた？チェーンソーマンがどっかにいる。どこだ？これは開くんか？開かないよね。はい。近くにあればいいが、鍵もある。鍵は拾わなきゃいけない。あ、まあ鍵はいいか。え、どこ？ああ、あれこ、引っかかってるじゃん、あの人。あの人引っかかってらっしゃるわ。じゃあライフルで撃つしかないわ。雑魚ですわ、あの人。はい。もしかしてあの人すこぶる雑魚なのではなくて、さあ起き上がれカモン。いや雑魚いぞ雑魚筆頭か。終わりか、まだか。うーんちょっとライフルもったいなくなってきたので、マインスロアあたりで手を打ってくれませんか。マインスロアを頭に受け、それで爆散するというそういう筋書き、いかがでしょうか。どうなる、行ったようですねよし、これで選別完了と。まあしかしなんかアイテムが、あーでもお金くれればそれでいいかな、チェーンソー君は。よし1万はでかい。あイエローだ、あまだいる、あ鍵あるじゃん、封印の鍵。イエローはこれと組み合わせとけんか。うん、まだいるの、あーいた二人いる、君は落ちちゃって、あうあれか、あーちょこいつ倒したから、てか鍵を取ったからな。あーちょいるし、なんでいるの聞いてないわ。はい、君には退場していただいて、はい、ああ後ろ来てる気がする、まずい、それはまずい、それはまずいよ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 、
よし、なんかもう登ってきてる気がするが、あーでもせっかくだからアイテム回収も兼ねて倒していくというのも、あーめっちゃ来てる、めっちゃ来てるので先行でも投げとけ。はい、あー先行投げてマインソワーをそこら辺に打っておけば全員吹っ飛ぶのでは。はい、どうすか、いいね。あーまだ来てる、なんか謎のスライドをしているが、そんなスライドで私を倒すことはできない。あーそのスライドは倒せるかも倒す、よし。あーちょっと待って待ってください、ね、それはめんどくさいね、倒してもいいけど、倒してもいい、倒してもいいですが、倒してもいいですが、はい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 、あれ、はい、よし、しかしアイテムはくれなかった、まあいいでしょう。で、あー手榴弾、さっきの人たちを吹っ飛ばせということが、てかアイテム今どうなってる、あーっとまあね、こんなもんならいいでしょう。手榴弾がやっぱりちょっと使っていきたいところですね。で、これでいける。奥のなんだっけ、封印の鍵、封印の鍵とやらを使えばいけるか。うん、だが封印されてるからにはなんかやばそう、そんな気もするが、これは開けていけ、使っ、ハンドガン、ここへ来てハンドガン開ける、はい、いませんか、いませんね、マップを見ちゃうよ。あ、まだ奥がある。あー、これ乗り物があるか、あ、てか上気づいてしまった、先に破壊しておくっててはダメですね、そういうわけにはいかない。あーっと、なに、虫がいる、虫も上も、待って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 、はい、食らうまで上に気にしときゃいい。あーごめんね、ごめんごめんごめん、分かった分かった、虫でも相手するから、相手するから、相手するから待ってください、待ってください、よし、で上を向いて歩こう、上を向いて、はいはいはい、よし、逆のこっちに回るはず、はい、あれまさか、あー落ちてくるかと思った実はこれ自体が罠で、あれを撃ったことにより天井がね崩落するという、そういう未来も一瞬見えたが大丈夫だった。大丈夫かこれ、うん、これでこっちに行けばお目当てのものがあるということ、そういうことではない、樽がいっぱい、よし、はい、なんか黒い液体が、石油かな、いやでもこんな木の樽に入れないか、どうなのよ、あ反対側に巻いてもあったかな、ちょっとなかったので、これは割れない、こういうの割ったらアイテムが出てくるのは別のゲーム、ここに樽が、はい、弾、あっと取れない、どうするかな、あリロードすりゃいい、これをリロードすればギリ入る、はい、よし、さあこの先に何が待つ、なんかトロッコですね、これに乗って別に動くわけではない、あこれで動かすのか、あ撃てということですか、あ外した、動いた、出発進行、なんかアトラクションが始まった、そしてなんか降りてきてる降りてくるのは聞いてねえ、どうする、マインスロアでも装備しとくか、あー爆発しちゃった、死ぬ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 、ダメだこんなところでマインスロアを使ってる場合じゃないっていうか、いきなり自分で窮地に追い込む、自分で自分を窮地に追い込むのはよろしくないで、はい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 、あーこれ後ろも来てるんだな、
はいはいはい、いやいやいや、絶対後ろ来てる、絶対後ろ来てる。いやーちょっと待って待って、これはショットガンの方がいいや。はいはい、後ろ持ってるので、はい、拾う金か。これ前どこにいた方がいいんだ。あー死んでる、あーめっちゃ来るじゃん、めっちゃ来るじゃん、ほらほら。どうする。いやでもしばらくショットガンでいいか。あー来てる、ライフル、ライフル、ライフルでいいか。はい、よしいいぞ。いやリロードはできるうちにしていけ。あー避けるって何、前見てないと危ないなこれさては前見てないと危ないな。あなるほどライフルで何、あそれ撃たなきゃいけない。はい、あー乗ってきちゃった。はい、何何前、あーまだ生きてる。あーてか何、チェンソー君かい、チェンソー君はダメ、チェンソー君は立たせたらダメ。行ったか、よしチェンソー君1万くれ、1万くれた本当にくれた。はい、あー乗ってくる前に落とすのが大事かもしれない。さあどうだ、前を見ておけ、かわしておけ。はい避ける、でこれは落とす。あー乗ってくる名前くれ、あーめー、はいあーはいはい、これ前前前前気にして、前前前が危ないよ、前が危ないから気にしていけ。さあこんな突然のね、サバイバルアトラクション、サバイバルアトラクションと呼んでいいのか。いやちょっと待って、ショットガンがあまりなさそうなので、しかしライフル、あーマインスロー撃ってる場合ではないなあーここはかわすところか、かわしパート。はい、あれに頭をぶつけるのは気をしていけ。あー来るか、くそしまった、乗られてしまった。じゃあちょっと待って、先行で一旦動きを止めて蹴る、おっぱいのペラペラソース、しょうがない蹴る。はい、でこっちは大丈夫、後ろがなんかおかしなことになっているので、あーなんか、あー早い、坂で、あのしゃがむとかなしね、なしではないけど、ちょっとリロードしといて。どうなってる、先をちゃんと見ていけ、かわすところがあるかもしれない。ここは今どのくらい、ちょっと待って、マップを見させて。あ、もうすぐ終わりそう。だが、終わりそうな時こそ油断ができない。あ、これかわすか、なんで飛ぶ、飛ぶん、そんな。あ、なんで連打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 。危ない危ない危ない。よじ登りたい。よし。四角で、押してるよね、今まで。全然手応えがなかったが、なんとか登ってくれた。ありがとう、レオン君。危なかったぜ。よし、これで、開けて、あ、ようやくか。でもこれ戻れんの元の場所に。生贄のモニュメント、うん、これが開いて、これ元の村に戻れるってこと。一周してくるマジでアトラクションみたいな乗り物だった、そういうことか。よし登ろう。あこれは、ああそこですね、焚き火の音もするし。あ戻ってきてる。えこれどこ、どこの入り口なのかよくわからんが、結果的に戻ってきた。どういうことなのか。じゃあ開ければいいかね。セーブこの先にあるよね、さすがに。あさすがにあるね。だが今死にたくはないので慎重に行け。開かない、うん、生贄を使おう。はい、何でも光る、最近何でも光ってくる。エレベーターか、よし乗ろう。あそして上、あさっき見た塔かな。そしてセーブ、チャプター4の3が終わる。結構なんか4の3も短かった。まあ今のねトロッコアトラクションが大変といえば大変か。さあ登って、はい来ましたよ、レオン君が来ました。よし弾もある、よしセーブをしなくていいか。今チャプターセーブが入ったので、ここは先に行ってみよう。さあこんにちは、なんかでかい塔がある、塔じゃない像がある。
壺を割っていき、はい、壺を割るのはいいんだが、てかここどこ、古城は古城、は別に降りれるわけでは、降りれる、そう、あ、なんだ動くんかこいつ、この機械仕掛けっぽい、いやサラザールじゃねえかラモンくんのデカ像、そしてここに真ん中になんかボタンがありますね、押したら動くとかそういうあれか、いや動くにしたってさもうちょっとなんかない、股間になぜか機械がある、こっちはいけない、うん、今来るところではなさそうですねとは言いながら、あっとしまったか、なんだなんだ、やっぱ動くんじゃねえかどうするのこれ、逃げればいいのあ、いるし、待ってください、ベルベットサーク、ベルベットアタックじゃない、ベリー思わずベリー、ベルベットって言っちゃうのはなんでか、これ上に登ってけのか、うん、あっちなんか行けなそうだったしね、ラモン・サラザール層が動いてることによって一体何が起こっているのかさっぱりわからない、別に歩いてきて潰されるわけでもなかった、なんかファイヤーしてるが、君何してるの、何してるの、つけないのかい、はい、邪教とはしかしやはり村人と違って硬い、落ちた、落下死です、ナイフで切ったら落下死した、あ、あーでもあれか、なんかここに、ちょっと待って、待ってください、待ってください、ベリーするんで、ベリーするんで待ってください、しかし死んでない、死んでないぞ、硬い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 です、硬い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 な、やはりよし、っていうかめっちゃ来てる気がする、いや来てないわ、っていうかここに、ああ向こうから来てるのか、なるほど、待って、積み立てに飛んでもらって、奥から来て、あ、これな、あれか、奥に渡っていくのか、待って、なんか落ちてるかね、頭があるけど飛び越える、あー飛び越える、あー、うん、分かった分かった、手がね、手が来てる時に飛び越えればいいと、あーそう、あの邪教徒たちがやってるように、レオン君も学んでいけ、敵から学べるところは学んでいく、それが大事、とりあえず落下死させて、あれでもこっちの手動いてないな、なんであれ撃つとか、はい、あ動いた、やったはいはい、これで、あーもう一回やんないとこっちにならない、これを変えながら先へ進んでいくのか、いやしかしあまり弾が遅れない、飛び降りて、あー赤いのがいるけど、あーこれがあいつが動かしたやつ、はい、ベリーアターク、しかし赤なので多分まだ生きる、生きてその足を見るのか、生きて遊ぶか、硬い、なんて硬さ、よし、なんか落としてくれないかな、落としてくれた、カレー5000もいいね、でしかしこれを操作すると、ああそこに進めるようになるか、なるほど、でここマーク、それだけだが、あーちょ、手榴弾ってこれ自分も多分あれよね、ちょっと一回先行して、一回先行してこの中には手榴弾を投げて逃げてる、逃げる、はい、待ってくださいよ、はい、あー待って、危ねえじゃない、食らってるよ危ねえではないよ、まあこれは使うか、はい、待ってくれ、まあインストラーで、あ、いや、ここは燃やしておくか、ちょっとだんだんわけわからなかった、でも燃やすのは縦に使えるから、はい、これで済ましておこう、これでよろしいですか、よろしいですか、よろしそうですね、
っていうかこっちに倒したやつのそうアイテムを見逃したくない。はい、よし。でもまだ声がする。このサラザルゾウ君を動かしてたの、あれ、そう、まだか。こいつを動かしてたやつの上にいたような気もしたが、気のせいか。あれ、これはもういいんだよね。あ、もう一箇所なんかある。ライフルの弾がある。ん？あ、いや、これあれか。あの、この手に乗って上に行く。あ、上もそうか。上もあったで。はい、こんにちは。はいはいはい。はいはい。君の相手は私がするよ。はい。はい。ナイフアタックを食らうがよい。よし。意外と柔らかかった。しかしこっち側には何もない。ということは一回戻らなければならない。よいしょ。あ、ハーブいいね。ハーブはレッドと調合しておこうかな。あ、向こういっぱいいますね。あ、まあ、ライフルはもったいないので、マインスロアでもやっておこうかな。よいしょ。うまいこと、床に設置して、そこら辺、これでどうすか？はい、さよなら。大きなやつも行ったな。うん。はい。危ない。で、これで、逆サイドにして、こっちの手によって上に乗ればいいと。なるほど。はい。はい。よし。これではいけそう。アイテムは拾っていけ。で、これで、はい。あ、これで道がつながると。よしよし。ちょっと待って、なんか来てるんだが、音がするよ。出る音はする。まあいいや、これは乗って、あ、向こうにいる、向こうにあっちもいる。まあ、ボウガンはくらいは倒していくか。はい、ボウガンも撃たれる可能性があるので倒しておきが、まあこれはいいでしょう。もう倒さずに先に進んでしまってと思ったら、やっぱ動くんかいや、あんたあー、連打だあんたやっぱり動くんかい。あー、え、連打したの、え近く今連打してたんだが連打が足りないとかそんな話ある？そんなシビアな連打を要求される？ちょっと、もう一回行きますよ。もう一回連打だ。さあ行くぞ。はい、サラザル、ちょっと待って、そんなさ、あー、避けるかったのか。連打ばっかり気にしていてはダメだった。避ける、危ない。あれ、これで、はいはいはい、開けて逃げる。はい、ラモン君を眺めていてもよかったが、でもこれ、ああ来るよねあー、まだやるんかいまだ続く。あいつは早く、あー、飛びつく、危ない、よじ登る、またか連打連打、頑張ってね。ラモン君、サラザルゾウ落ちたか。ラモン・サラザルは来てないか。落ちたようです。見えない、底なしの暗闇に落ちていった。さあ、じゃあ中に行こう。お、拍手が聞こえるということは、あ、なぜスコット君と呼ぶのか。彼女は聖なる洗礼を受けて我の仲間となるのです。一体何のことを言っているのか。偉大なる塔の頂上で。おう、やっていることはテロだと、断罪していく。流行り言葉でくれて安心しましたが、君には別の洗礼を用意しておきました。一体何をされる気な。おお、手を刺していくレオンナイフ。レオンクマと笑顔。お、あ、危ない。ああ、でもここではやらない、あいつも。しかしこの黒服はできそうだ。さあ、レオン君は見つめるだけ。あ、何、追ってかなきゃいけない。その前にちょっとアイテムをアイテムを探させて。アイテムもだし、そろそろセーブがしたくなってきた。あー、これ登ればセーブできそうかな。うん、まあ、ここにはなさそうなので登るしかないか。ないよね
まあでもこれ登ってる間に敵が出るのはお約束だが、しかし意外と静寂、あーっと出ましたね。いやーなんか来るだ来るが来るけど大丈夫かね、来てる、はいあこれダメだな降りてても、だからあれを、うん、なぜかビビって降りたが、なぜかというかビビって降りちゃった、うん、あれは連続で来るから、うん、そこの人をまず落としてというか倒して、この人をタルで死ぬのではやったタルはこれ多分撃てば破壊できるよね。ちょっと破壊できるかどうかを試してから行かないと死んでしまう。破壊できねえわだからこれを行った後にまずここで避けて、そこはいけないので、はい、ハンドガン、ルートに、あー投げてきてる人がいる、投げないで、そんなの投げないで、そんなの投げないで、っていうかダイナマイトを投げてきてる人がいるのであまり悠長にしてられない、はい、登る、あここ登れる、ここも登れるし、なんどこへ行けば、あーいる、ちょっと待って、下から来てる、下からいっぱい来てる、あー落ちてくれた、ラッキー、これで止まったか、あー違う、これで下の人たちを倒せるんだ、そんな気が、あー拾う、ハーブ、はいはい、ここは登れない、別に、あーなんか危なかった今、振り向き無敵で助かった気がする、とりあえずそう樽を落としながら、あー待って落ちてください、なーどこに誰がいるかよくわからない、あーそこか、なるほど、あいつだけは倒しておこう、あいつだけはちょっとライフルアタックで倒しておいて、で、どうする、これ乗ればいいのか、これに乗って上に行けばよろしくて、よしよしよし、あー樽はちょっと樽だけ、あっショットガン取りたいね、手榴弾も取りたいね、これも取りたいね、うん、よし行こう、これで行けるか、エレベーター動かす、はい動かない、重量オーバー、じゃあ壊すと、壊すの、どうやって壊すの、爆弾系、爆弾系で壊せばいい、手榴弾とか投げたら壊れる、まあ手榴弾はちょっと使ってもいいので、一応試してみる、はいダメですね、まあダメだと思った、じゃあどうするか、アイテム調合しておこう、重量は押せってこと、これ押せる、あ押せるわ押せました、なんかいるし、落ちてください、落ちて、よし、これも落とせるか、はい落とせました、これでいけるか、はいはい、よし、さあしかしこういうのは誰か乗ってくるというのはあるね、そこの人には落ちてもらおうか、はい落ちてくれ、てか遅くないこのエレベーター、遅すぎる、あまりにも遅い、あまりにも、待って、あ待ってちょっと待って、近いです、赤服、リロードだけしといて、あ近い人はでもハンドガンでもいいか、いやそんなことはなかった、いやいいんだけど、ハンドガンでもいいんだけど、ちょっと待って、はい、やべえ、蹴りたい、やべえ、ちょっと待って、赤いのがいっぱい来るのは聞いてない、赤いのがいっぱいは聞いてない、ちょっと待って待って待って、おいおいおい、あまりにも降ってきすぎる、はい降ってくるか、あーてかこれ重量オーバーで上がらないのでは、はいはいはい、なんだ降ってきすぎ、はい、ちょっとそれきてない、ほらやばい、なくなった、燃やすか燃やしてくれ、あー燃やせない、はい熱い自分も熱い、いやそろそろまずいか、
はい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 、ちょっと待って降ってきすぎだこれどうなってる、ここでいいのか、本当にいいのか本当にいや弾がない、マシンピストルにしよっか。あー、いやもういっそマインストローで吹っ飛んでもらうという話もある。あ、助かった。で、いや今危なかったな、でも自分も。はいはい、金がいっぱい、まだ来る、マインストローは。あ、で、はいはい、金、ショットガン、取る。あー、ダメか。待ってください、待ってくださいね、待ってくださいね、待ってくれ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 、死ぬ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 から。まずいまずい、マグナム、いやまだマシンピストルがある俺にはまだマシンピストルが、マインスロアもある、マインスロアをスルーすると、いやー死ぬ余計なことをするべきではなかった。やっぱマシンピストルにしよっか。はいはい、そろそろ終わりか、そろそろ終わりか、終わりっぽい、終わりっぽい、ようやく、ようやくここで声はするけど、よし逃げそう。いやしかし危ないぞ、こんな外側を歩くのは危ないこと、この上ない。マシンピストルだ、まあいいけどね、ちょうど装備してるから。はい、さあこういうとこは QT があるの気をつけろ、絶対ありそう。まだ上にがある。ここでアイテムを補充しつつ上に向かう。ちょっとリロードしよう、ショットガンでいいか、一旦ね。あ、レッドだ、はい取っといて。また、あ、でも今度は一人乗りっぽいな、よかったはい、あ、曲が収まった、一旦小休止か。よしよし、いいよ。しかし邪教徒の声はする。マップ的には、あ、でもセーブがある。よし、あ、よかった、武器商人さん、あ、いっぱい、そう、いや置いてある。これは武器商人様の温情か。マグナム、いいね。じゃあ、あ、疲れたぜじゃあ一旦ちょっと今回はここまでで終わりですかね。ちょっと塔の上で怖いところもありますが、はい、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。